早いみんな早い、ありがとう。やっほ、早いみんな、みんな早くない？早いね。やっほ、あきおめです。あ、あずみ、あずみさ、あれだよね、ツイッターもさ、インスタもさ、プロフィールにエンド入れてくれたでしょ、ありがとう。やっほー、え、みんな早くない？くんの、ありがとう、嬉しい。もう25人も来てくれてるよ、お疲れ様。嬉しい、嬉しい。エンドも待ってた、ありがとう、来たって、見えたよ。お、エンドのスタバをアイコンにしてくれてる人もいる。あきおめ、一瞬だけ見に来たの？タイガー、またまたインスタ見てたのさ、たまたまな。ミズルン、エンドミズルン大好き。え、どう、この時間だったらみんな来れるかなって思ってた。10時半だよ、どう、いい？何しててもエンド最優先だって。え、タヤおめでとう。タヤいるの？いないよね。タヤに会いたい、お誕生日いいな。二十歳ってなんか大人だよね、一気に。あ、セイラ、え、今年もたくさんの絵をよろしくお願いします。こちらこそお願いします。みんな見てね。最近ちゃんとインスタライブに顔出して、すごい、大輝のくせにすごい。お、先生だ、やっほー。あ、みんな10時ね、つけてる、つけようか。すごい、やはりジャージなんだよ、本当にジャージの女だなって思って。靴下がめっちゃ恥ずかしい。待って、靴下が恥ずかしくにやめた。お、ショーも来た、仕事バッチリ。どう、10時半とかだったらみんな来てくれるのかな。嬉しい、真っ黒真っ黒、ね、黒方があったかい。そんなことないよね。靴下かわいい、ありがとう。キティちゃん、これね、キティちゃん。こんばんは。そう、別に部屋広くない？そうかな、でも妹たちより部屋広い、広い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 、ジャージで。そう、みんなありがとう、来てくれて。サナの配信では今日の靴下を聞くのが定番なんだけど。マムヌちゃん元気出た？うん、確かに夜遅い方が参加しやすいかもね。本当に？お、昼寝？昼寝？あきおめ、久しぶり。ゆうき、野球頑張って。頑張れ、ゆうき。まあ、長女だからさ、一番広い部屋でもらっちゃった。眉毛あるよ。あ、どう？こういう方が好き？みんな、ちょっと待って。ちょっと今年あざとく行きたいからさ。どう？あざとくない？メイクしてた人みたいだよね。ポムポムプリンです。ドンキで500円だったよ。ツインテールはね、ストレートの時はやばくない？大気がうるさいんだけど、ミュウがあざとくは無理が、だってぶっ飛ばすよ、ほんとに。ストレートの方が好き？どうでもない。なんだ？ダブルポンポン、どこ見るね、おでこ好きってみんな言うから。ポムポムプリン、シナモンが好きなんですけど、私黄色が好きで、黄色ってなんか元気出る色じゃん、だから黄色にした。大人っぽい？
あざとより楽しい感じだって。めっちゃかわいい。ツインしか勝たんない。じゃあ今度はツインするよ。楽しみにしてて。ツイッターに載せてた4枚の写真めっちゃあざとかった。じゃああざとい一言どうぞ。本当にぶっ飛ばすにする。どうしよう。エンド一人じゃ寝れないから一緒に寝てくれる？死ぬんだけど。透明感やばいね。そのデコ広、うん、デコ出しそんな好きじゃないけど、エンドのデコ出しはめっちゃ好きだって。うーありがとう。と巻き髪が好き。サンリオ電波使ったの。ゆで玉、あいみょんゆで玉、眉毛あるじゃん。なんでみんな眉毛ある子聞くの。ピューロランドとかね、マジ全然行ってない。小学校ぐらいかな。2021年どこ出していきましょう。変な、目の前にも鏡があるんだ。で鏡でピースするのとさ、こっちでピースするの全然違うね。リップ濃いめ大人っぽくて似合うの。本当美人だって。お、ツヤポ。かわいいね。だってこれの。スタバはね、新作の、私、ホットが飲めないから、アイスのやつかな。一人で寝な、だって。もう、釣られないようにしないと。ハーフツインは無理だよ。笑っちゃった。なんであざといの夜のにみんな笑ったりするのかな。おかしいよね。絶対おかしいと思う。ドキドキじゃなくて笑った。おい、でも恥ずかしくなってきちゃったわ。でこ口取っとこね。東京また緊急事態だね。大変。みゆちゃんは気になってる人に出会ってすぐに積極的に頑張れる。無理なんじゃないかな。無理だと思う。遠藤ね、無理無理。でこ出し似合わないよ。似合わないからやってないもん、いつも。でもフィルターっていうものが今かかってるから、でポンポンプリンだから、しかも夜だし。あら44人もいる。ありがとうございます皆さん。この時間の方が人多いな。嬉しい。美容室行ってきたの。いいな、行きたいの。最初デコ出すのしぶしぶしだけど、今自分から出すようになって成長したの。そうでしょ。だって何フィルターフィルターがかかってるっていうのは。48人も来てくれてんだけど、珍しくない？いつもで30何人ぐらいなんだけど。あ、え、松本エリサが来てるんじゃない？エリサ、エリサって本物かな。本物かなとか言って。ピアス、ママがくれた。エリサいるよね。美人だ。だってありがとうみんな、嬉しい。エリサいるじゃん。俺に積極的に来て。 LINE ライブだってうるさいな。あずみうるさいよ。静かに静かにとかやるよ。今日は何してた？寝てた。寝てって。あとゲッターズさんの占いを買ったんだ。これこれ読んでた。ずっと買ってる。もう5冊ぐらい、それ4冊ぐらい。あ、エリサだ。ヤッホー、元気？会いたいな。チームエイトのハマちゃんとの配信見てから応援してます。ハマに会いたいんですよね、私。ハマ、治ったよね。よかった。会いたいな。落ち着いたら会いたいです。ハマに。めっちゃリップがさ。ね、ハマとリオに会いたい。めっちゃ会ってない。最後に会ったのいつだろう。会いたいな。二人とも治ったよ。治ったね、コロナ。安心。よかった。エリサの配信の方がいいだって。うるさい、そうちゃん。本当に嫌い。遠藤さん、なんで遠藤なんですか。わからない。なんでだろう。みんな、なんで、なんで遠藤って呼ぶの。寝正月。今日は寝正月。
今日インスタライブやってってさっき DM 送るってね、だってナナとのエンドはね、あの意思伝心しちゃってるからわかんのよ。あ、今日ナナがインスタライブやってって言うなと思ってやったよね。俺もの見て、俺のも見て。いや、わかんない。いつか椎茸占いは毎週見てる。椎茸占いはね、月曜日に届くの、12時に見るよね。たまにさ、あの下半期上半期とかでなんかそういうのあるのよ。めっちゃ楽しみ、それ見んの。バイバイ。遠藤2021年の相性が合う人やった。なんだろう、これね。これさ、相手がいなきゃできなくない？そう、全部相手がなんだよね。相手がいつかっていう話だから無理だと思う。ちなみにね、遠藤は34番なのよ。そうだよね、そう、34番だから、銀の34どこだ。うん、見当たらないわ。グラコロ食べてない。めっちゃ可愛いって、ありがとう。よいしょよいしょ。遠藤って呼んだことないって。遠藤なんて呼んでんの？その前髪いい？本当に？固まれ止まれ。可愛いか、さすが私の推しだって。遠藤さんは遠藤って呼んでよいのですか？全然何でもいいですよ。真ん中分けじゃないけどね。さおちゃん、遠藤のこと本当見てないよね。今のちょっとめっちゃ美人だって。美人だって、やば。美人なんて言われないよ。そうそう、前髪開けとこうね。先生はいつもみゆちゃん、やば、美人だって。丸も覚えてほしい。丸もで合ってる。うん、前回はブスだったけど今日は美形だね。どういうことよ。女の子にブスって言っちゃいけないんだよ。なんだ、今 YouTube 編集してないよ。下向いて本見てるとこ返せ。ありがとう。鬼にならないか。ならん。なんかさ、鬼は嫌だよね。うん。さやか、さやかね、 DM くれるよね、よく。ありがとう。ネットで名前入れるだけでできるよ。相性が合う人、星座が出てくるの。10枚エンドのやってよ。今の状態、加工なしでスクショしたい。加工なしで前髪分けはちょっときつい、きついとか。バイト先でビバの曲流れてからふわふわに言われました。本当にありがとうございます。嬉しい。杉本愛理ちゃんに似てる。だって誰、どちらの方でしょう、わからない。でも嬉しいな、なんか。こんばんは。デコ出すとビジョンが出るね。本当、最近はね、大気ずっとさ、え、あれだよね、遠藤だったよ、ミユになったね。大人って感じでめっちゃ美人、ありがとう。なんか今日大人っぽい。本当に？前髪分けてるからじゃない？ちょっと直す？いつも通り。じゃあ前髪が長いからね、今。丸まで合ってる？覚えるね。いっぱいコメントしてね。そう、コメントしてくれるとすぐ覚えられる。あずみなんて秒で覚えたよね。ね、みゆきはね、全然いないよ。もうね、まめぬちゃんのね、専用みたいな感じ。今日は3学期の始業式でした。子供たちに会えると元気をもらいます。いいなぁ。遠藤も学校の先生とかやってみたい。遠藤どうだって。
元の顔が美人だから絶対みんなに美人って言われてるやつ、ありがとうございます。私はミエ様を甘やかさないことにしました。いっぱい甘やかしてよね。あれも勉強中なの？頑張って。笑顔怪しい。絶対怪しいから無理だよ。前髪焼けるだけで大人っぽく見える。本当？いいよ、アーカイブ残す。じゃあ最近 DD なんですけどどう思いますか？じゃあその DD のうちの一人でいいのでエンドを入れてください。みずるん、エンド、みずるんめっちゃ好きだったんだけど。伝わってたよね、絶対みずるんだってなったもん。めっちゃ嬉しかった。なんかね、アスカちゃんに言っちゃったけど、新藤さん、エンドだよみたいなありません、ありません。小島だよじゃないからね。ミエの方が慣れたら呼びやすい。だから短いしね。ちょっとさ、みんな今までずっとエンド呼びだったじゃん。いきなりさ、ライブ次やるときミエになったらメンバーびっくりすると思うからさ、あのミエにしてみない？もう二十歳になるし。何？何鬼？上鬼？上地に鬼？なんていうの？シースルー前髪にして。無理だよ。ヘンドの名前入れて DM で送ってあげる。本当？ありがとう。セブンティーンのも、え？狼ちゃん出てた？気がする。めっちゃ嬉しい、それだったら。表情豊かなところがすごく好き。ありがとうございます。ね、え、あずみん病じゃなかった？ヘンド。どうだった？早かった気がするんだけど。なんかいっぱいコメントとか、なんかアイコンにしてくれたりとかさ、そういうことしてくれるともうすごい覚えちゃう。もう嬉しいからさ。YouTuber みたいな自己紹介考えよう。わかんない。今週土曜日まで仕事で頑張れ。あ、インスタライブ久々来てくれた。エンドウマメ呼びしていいよ。まひろちゃんがエンドウマメちゃんってずっと呼んでくれてたよ。専用、これからもみゆきって呼ぶ。嫌じゃない、まめのちゃんが呼ぶね。みゆき好きだった。みゆ全然いなかったのに増えたからなんか変えるかな。なんなのそれね。加工で唇ビクビクしてる。いやだね、大人っぽくないね、こっち。まあ、いっか。最近どんどんエンド綺麗く可愛くなっていく。ありがとうございます。インスタライブいろいろ話しすぎた。エンドのインスタライブね、ずっとこんな感じだよね、みんな。みーちゃんも今年20歳だから大人っぽい。みーちゃんも素敵だよ。ありがとう先生。みゆみゆさん、みゆハードル高い。じゃあこれからみゆだよね。しよう、みゆみゆ。そう、竹内優斗くんと龍馬になった子。え、わかるわ、めっちゃ嬉しい。めっちゃ顔ちっちゃい子だよね。いやいやいや、似てないよ。ありがとう、嬉しい。勉強してね。8月14は20歳の誕生日だよね。それは平塚な、平塚だよな。これは気にみゆみゆ増えると普通になってしまう。でもね、言うてみんな絶対エンドだと思うんだよね。自分でエンドって言っちゃうんだもん。し、メンバーがエンドだから、エンドだよ。昔、みゆびテレル言われたの思い出した。なんかね、みゆってあんま呼ばれないからさ、地元の友達も、高校の友達も、中学の友達も、基本みんなエンドなのね。だから、テレた。いや、全然今でもテレるよ。みんな今でもエンドだからさ。全然テレる。嬉しい。だからみゆって呼ばれると。獅子座の大型だよ。可愛すぎだって。嬉しい。なんか今日みんないてくれる、ありがとうね。でも10時50分になっちゃう。今日も可愛いよって。アイコンにしたら負けだと思って。アイコンにしてよ。あら、前髪がちょっとダメになってきちゃったね。アイコンエンドにしたよね。ありがとうね。エンド、その写真めっちゃ好き、めっちゃ好き。一緒だね、エンドとタイプ。ありがとう。なんだっけ、スター、セーラー、違うよね。なんだっけ名前。オンリーファイブの月星ならまたミュースするかもしれない。わかんないの、エンドも。どうなんだろう。当分あの3人かもしれないよね。
分からない。遠藤って呼ばせてもらえ、遠藤道どういうことよ。遠藤の二重幅というか、めっちゃ目がめっちゃ好き。本当ありがとう。なんかね、遠藤ね、二重幅褒めてもらった。誰だっけ、小春かなに褒めてもらったかも。でも小春遠藤の口が好きっていう、ずっと笑顔かわいい。ありがとう。誰かとコラボしないの？いるかな。全然遠藤はいいんだけど、いないと思うんだよね。遠藤よりミュウって呼ばれたいんですか？どっちでも嬉しい。でも呼んでくれることが嬉しいです。二重綺麗すぎ。本当？そうかな。カナって呼んでほしい。カナカナ。二人きりの時だけミュウって呼ぶ。どういうことだよ。これから妻って呼ぶね。じゃあ志保エンドの旦那かな。じゃあ旦那って呼ぶわ、これから。エンドって呼びやすいけど、ミュウの方呼びたくなる。嬉しい。何時までやるん？11時ぐらいかな。今日は声が低くて地声なの。いつも地声だよ。いつも地声。あなたへの狙ってこれね、これね、獅子座の大型衣装。おお、セーラー一緒。あざと可愛いポーズして、うんふんふんふん、へい、気に入った、うんふんふん、わかんない、ごめんなさい、わからない。それ綺麗で出てきた。え、衣装出てきた。じゃあいいんじゃない、衣装。やったね。あざといとか、エンドウドあざとい。いつもダンスはひたすら踊ってます。アイコンにする。すぐ OK で嬉しい。サイ何やってるの、何が。てか俺リアカ使ってるからミュウはトップガにできない。まあまあまあ、じゃあ裏アカエンドにしといて。なんかリリーベとかで会った時ミュウって呼べるしんない。呼んでよシュウエ。そしたらエンドもじゃシュウエって呼ぶね。口も好き、ありがとう。岩崎さんとコラボライブ待ってます。岩崎さんにじゃ言っといて、遠藤とコラボライブして、遠藤はいいよって言ってたって言っといて。アップ可愛すぎるって。遠藤さんの鼻がパーフェクト。何、なんかみんな嬉しいじゃん。シーシー、顔も人柄も話し方も全部好き、ありがとう。ふわって、あ、ハセちゃんやっときた。ハセちゃん待ってたよ。ぶりっこちて。遠藤はミウは、怖いところ、暗いところとかお化けとか怖くて無理だから助けて。気持ち悪いな。野方一緒、なんて名前だっけ、ごめん。粘土ボイスほんと素晴らしいな。 I like J-POP。いつじ、ごめんなさい、わかんない、ごめんなさい。でもあれだよね、韓国の4人組とかのグループですよね、多分。見たことあるよ。またギリラだなんて。やったね。たまには好きで。だって勇ちゃんがさ、好きっていうようなこと言わないからいけなくない？もうほぼ喧嘩みたいな。因縁の相手みたいな感じだよね。力です、こんばんは。力、こんばんは。いつでもいいから水野舞菜ちゃんの TikTok 見てみて。分かった。ふわふわの中でダンス覚えるの誰が早い、サナとか。七瀬がめっちゃ良かった。真似すんのし出れるやろ。最近何やってるの、なんでやってると思う。めっちゃ可愛いだって、ありがとう。頑張ってやんで。ふわふわロックスターズ。ふわふわはロックスターはね、原行きステージエースの曲ですね。ふわふわはシュガーラブとか覚えてください。粘土の顔のパーツください、どうぞ。どれがいいですか。早もん順だよ。アイアム平塚ひな。ひななの。ひなじゃない、誰やねん。なに、マリア嘘つきや。ぶりっこするな、不倫。ひどくない、みんな本当に。やらせといて、それはひどいよね。笑っちゃう、ぶりっこ似合わないな。
笑っちゃったかーい。え、ぶりっ子芸人あのさ、私一応アイドルなんすよ。アイドルなんすけど、ぶりっ子したら笑われるし、芸人って言われるし、どういうことよ。本当に嫌なっちゃう。ポンプリより一緒待ってたよ。 TikTok のアイコンもハルミにしようかな。いいの？嬉しい。マリちゃんか、マリちゃん、これね、マリありがとう。インスタって名前出ないからわかんないんだよね。ふわふわの YouTube で歌ってみたやって、やだ、なんで歌うまくないんだよ。スカットジャパンまた出てるし、あ、今度あゆみとね、ひなとね、はるかが出ますよ。みんな見てください。寝てる以外思いつかない。正解、しーね、しーね、寝てる。セクシービーム、こんなじゃない、こっちよりこっちの方がいいか。これセクシーじゃないね。なんかこんな、なんかこんな、こんなんでさ、うふん、ごめんなさい、マジでごめんなさい、調子になりました。先輩の朝日ひなおさんのポジション目指さないの？目指す？目指す？目指せるかな、遠藤に。できるかな、全部のパーツもらえたらいいよ。みんなあと4分で終わるからね、11時だからね。久しぶりにステージ来てやりたいな。インスタライブハマってる、なんかハマってる。ネタ線強いから。ということで、いつからやってんだろう。中2からやってます。わざとらしいんだもん。ピンプリしないね。なんかピンプリはしない、恥ずかしくなっちゃう。ピンプリはしないかも。 TikTok の遠藤のアイコンにして、ありがとう、ありがとう。シュはいつもコメントくれるよね。うん、会いたい。遠藤もそれ好きだわ。どれ、ごめんなさい、ワルタ。あざとい女の子大好きです。みんなくせに大人っぽい。あ、セクシーなやつ、みんなセクシー悪くない。遠藤なんか吉田かり、あかりんさん遠藤大好きなの、もう大好きなの。あかりんがジム行くって書いてたから遠藤も行こうかなとか思ってるぐらい好き。今日もあかりんのね、メイクのやつ使ってるよ。名前たくさん呼んでくれたが、今日だけ好き。なんで今日だけなの、みずる。うん、次はいつしようかな。今日この後何すんの。お風呂に入ります。セクシービーム出るようになってる。そう、2021年は SNS 頑張るから、うん、頑張ってる。大学行ってないよ。おやすみ待機、バイバイ。歯ぐき切れ、恥ずかしいからやめて。TikTok で仲直りし言われたけど、仲直りしようって言われたけど断る。え、じゃあもう遠藤、エサオちゃんのことガン無視するからね、ほんとに。セクシーおかわり、やだ。あと2分だ。お茶飲む姿もかわいい。インライといえば三好でいこう。ありがとう。インスタと TikTok の名前一緒にしたら少しは認知される。そうだね。なんかね、インスタってマジでわかりにくいよ。ほんとに。わからない。コメント読んでくれないし、だってよかった。ほら、風呂入る前に、お風呂入る前にやる。SNS 頑張るの偉いね、だって。あ、志保は旦那だね。旦那。I from Spain fan。え、スペインなんですか？スペインってすごくない？遠くない？なんで知ってくれたんですか？What's、なぜ ?What's? I know. どこで ?Where? ごめんなさい、わかんない。最後に名前呼んでほしいな。そんなね、あれだよ、甘ったれちゃいかんよ。そんなすぐにね、名前呼ぶなんて思うな、セーラー。とりあえず明日も仕事やから風呂入ってくる。うん。頑張ってね、みずる。みずきね。みずきだよね。覚えてるよ。いずれね、いってらっしゃい。それパワハラ、パワハラってどういうこと。なぜは Y だな、 Y ふわふわロックスターファン4ピン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 
分かんないよ。英語できる人訳して。英語できないんだよ、うるさいな。そう SNS 頑張ってんの、私も嬉しいよ。よかった、英語頑張る。そういうなら Why do you get to know me?、Why do you get to know me? ね、またインスタしたら見てね。耳かわいい、ありがとう。エンドウド、おやすみ。平塚ひなです。ひなのファンなのね。エンドのファンじゃないのね。あ、もう11時だ。11時だから終わりにするね。じゃあ、ちょっとだけスクショタイムをして終わりにしましょう。じゃあ、スクショタイム、用意、スタート。恥ずかしくなっちゃった。しかもポーズのレパートリーがないよね。すごい加工がブリブリしてる。あざといポーズしなきゃ。これあざといと思うんだ。やだ、本当にセクシー。セクシーはね、振り向けに行って知ってるやんの。こんなこんなこんなでしょ、こんなこんなでしょ、こんなでしょ、これで痛い痛い、こういう感じでしょ。え、どう、大人っぽくない？まあこんな感じかな。充電 20% だよ、もう。やべ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 。ちょっともうもうダメだ、前髪戻すね。ということで、今日も今日も皆さん来てくれてありがとうございましたね。最近の中で一番多かった。やっぱ夜の方がみんな見れるんだね。セクシーに匂い吹かに行こう、それな。ということで、皆さん今日も来てくれてありがとうございました。またまたゲリラで適当にやるので、ゆり来てね。バイバーイ。まスカポンのアイコン楽しみにしてる。またね先生、仕事頑張って。バイバイ。じゃあ